北京オリンピックのスキーフリースタイルモーグルで活躍した選手たちが6日、森口市役所を訪れました森口市役所の職員たちに拍手で手迎えられたのはスキーフリースタイルのモーグルで活躍している選手たちですこの日、西畑市長のもとを訪れたのは北京オリンピック男子モーグルで 金メダルのウォルター・ウォルバーグ選手と銀メダルのミカエル・キングスベリー選手銅メダルの堀島育真選手そして女子モーグルで5位だった河村アンリ選手の合わせて4人ですこの日選手たちが森口市役所を訪れたのには訳があるんです実は 皆さんが使っているスキーの板を手掛けたのは森口市内に本社があるマテリアルスポーツというメーカーなんです今回の訪問はマテリアルスポーツの代表取締役藤本誠さんが抱いていたモーグルの魅力を少しでも知ってもらう機会になればという思いで実現しましたマテリアルスポーツは これまでにもモーグルで活躍した上村愛子さんをはじめとするトップ選手たちにスキーの板を供給していて北京オリンピックでもこの板を使ったモーグルの選手たちが上位を独占しましたトップアスリートは藤本さんの魅力に引かれてマテリアルスポーツのスキー板を使うようになったといいます I mean, 森口にもあのモーグル選手で小さい選手、子どもでもモーグル選手がいらっしゃるので、でそれをもう少し下のとこその広げて、えー、森口も含めて、大阪も含めて、えー、日本全国、えー、広めていきたいなって思っています。 森口にもそういうあのオリンピックに関わっている企業があるということで、えー、子どもたちが興味を持っていただいて、えー、そしていろんなスポーツに興味を持っていただいて、オリンピックを目指して頑張っていただきたいと思います。ああななんんでややねね <laughs>